はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずいかです。それでは今回なんですけども、LINE 好みを使ってレシート登録でお得に、レシートを5枚登録して、最大1000円相当が当たるキャンペーン使い方なども解説ということで、今回は LINE のサービス、その名も LINE 好みというサービスについてですね、解説をします。まあ、この動画では LINE 好みの使い方であったり、またですね、現在キャンペーンも開催中ですので、まあ、それも含めてお伝えします。まあ、ちなみにですね、今回最後におまけの部分でちょっとした宣伝もありますので、ぜひ最後まで楽しんでいただき いければと思いますそれではいってみましょうそもそもですねこの LINE 好みって何ぞやという風になると思うんですけども一応ですねこんな風に公式ページに出ておりました LINE のグルメおすすめスポットの検索投稿アプリというものになっております、まあ、僕もですね名前を聞いたことあってインストール自体はずっとしてたんですけどもまともにですね全然使ったことがなかったので、まあ、今回のこのキャンペーンをきっかけにちょっと使い始めました まあ、ざっとですね、まあ、イラストがてら、まあ、どんな感じになるのかというと、一応上にアプリから投稿ってなってるんですけども、まず、まあ、今出てるのは、お料理とかのお写真を自分のスマートフォンで撮ると。で、そこからこのレシートを、まあ、写メをして、そこからその LINE 好みを使って投稿するという流れになります。 で投稿することによってですね、LINE のポイントではなくて、LINE のコインというものをもらうことができます。でこの LINE のコイン自体は、LINE サービス内で利用が可能となっております。条件を満たすことでですね、LINE のポイントにも変換すること、まあ、交換することもできますので、まあ、ここの詳細は今回はもう省きますので、ここもぜひご自身でチェックしてみてください。 で、早速ですね、今回僕が使うきっかけにもなった、まあ、このキャンペーンなんですけども、今出てるキャンペーンですね。レシートチャレンジ、レシートを5枚登録をして、1回最大1000円相当、全員に当たるグルメショッピングのレシートで挑戦ということですね。今回ここがいいなと思ったのが、全員に当たるというところがポイントですね。なので、ま、絶対誰かしらにも、数円、数十円とかでも、ま、当たるというところが、ま、結構いいなというふうに思いました。 でこちらのキャンペーンの期間なんですけども2020年の8月の20日からスタートしておりまして2020年の8月31日の月曜日までのキャンペーンとなっておりますでこちらのキャンペーンの応募方法なんですけどもちょっと公式ページからそのまま引っ張ってきました まず応募方法ということで、LINE 好みのアプリから期間中にレシートを5枚登録すると応募が完了ということですね。レシート5枚を一口として期間中何度も応募が可能ということになってます。まあ期間自体はね、今お伝えした日付からちょっと短くはなってしまうんですけども、まあちょっとショッピングであったりとか、何かこう飲食店寄る際は、まあ一応レシートを取っておくのがいいと思いますね。他にもですね、まあちょっとした注意点みたいなものがありまして、レシート領収書、クレジットカード明細が登録の対象。 2019年の8月20日以降の決済で発行されたものが対象となるので、まあそれ以前のお買い物は省かれますよということですね。で、LINE 好みに初めて登録したレシートが対象と。で、レシートは登録した後に、店舗の星標点をつけ公開する必要があるということで、まあこれは投稿するときにですね、あ、この部分かっていうのがわかると思います。 であと、ここも重要ですね。コンビニエンセストはスーパー、その他好みに登録できない業種のものは対象外ということですので、まあ、かなりですね、まあ、使うお店とかが限られてくるとこではあるんですけども、コンビニとスーパーは絶対使えないということなので、ここは間違えないようにお願いしますで。気になる今回のプレゼント内容ですね。まず、ここなんですけども、応募1回ごとに10円から1000円相当の LINE ペイ残高が当たりますということですね。 まあ、細かいところはこんな感じとなっております。応募1回ごとに10円相当、50円相当、100円相当、あ300円相当、500円相当、1000円相当のラインペイ残高のいずれかが当たるということになりますので、まあ、先ほどもお伝えしたように、まあ、5枚でま、口ということですので、まあ、今回は外れなしで、まあ、最低でも10円相当が当たりますよということですね。なので、このキャンペーンをガチで挑むというよりかは、このま、限られた数日間の中で、 まあレシートもしくはお料理とかのまあ写真を撮った状態でまあ多分5回ぐらい使うだろうなっていうことであれば応募するのがいいと思いますね。で、抽選はキャンペーン終了後運営側で抽選を行って9月中に LINEPay アカウントにチャージするということになっております。なので結構まあ早い段階で結果みたいなものは来るっぽいですね。 でですね、まあちょっとここも気をつけてほしいんですけども、ちょっと上一番上見づらくて申し訳ないんですが、登録できないレシートに関してということで、まあ先ほどもお伝えしたスーパーとかコンビニはもちろんのこと、まあ病院であったりとか、まあ ATM とか、まあそういった関連のところでもらうレシートは登録できません。まあ他にもまろいろ細かく書いてるんですけども、ちょっと量が多いので、これはご自身で、あのー、使う前にですね、チェックする必要は必ずあるので、見ておいてください。 ということでお待たせしました。ここからですね、LINE 好みの使い方なんですけども、めちゃくちゃ簡単です。まず手始めにですね、僕、まあ午前中に、まあ博多駅近くのミスタードーナツにちょっと行ってみてですね、とりあえずこんな感じに、まあ、写真を撮ってみました。で、そこから LINE 好みのアプリをインストールして、まあ下の許可するというところがあるので、ここをタップします。そうするとですね、こんな感じに、まあ現在地みたいなところからですね、 まあ、いろんな情報が出てきます。で、早速ですね、投稿してみたいと思うので、ここのまずプラスのマークをタップします。そうすると、レシートでチェックインと画面が出てくるので、ここのま、読み込むようなところが出てくるので、ここをタップしてください。今ちょっと上にも出てるんですけども、レシートを登録することで、LINE コインをゲットということですね。で、画面が切り替わりまして、そこから今回ミスタードーナツでもらったレシートを自分のスマートフォンでパシャって取ります。 でですね、まあ、写真を撮ったらこんな感じに、まあオレンジの線がですね、一番上ちょっと細く出てるとは思うんですけども、これが上下動いてレシートを読み取ってくれます。で、うまく読み取ることができましたら、お店の情報であったりとか、レシートのまあ合計金額とかそういったものが出てきます。で、それができたらレシートを登録というところをタップですね。そしたら詳細口コミを入力と出てきますので、まあ、今回僕はですね、まあ、写真を実際に撮ってみたので、写真動画登録というところをタップします。 そしたらこんな感じにですね、先ほど撮った写真から、こんな感じにアレンジを加えることができますので、ちょっとおしゃれっぽいような色合いにして、右上の確認をタップしてください。そしてまあ、もろもろの情報を入力してですね、投稿ができると、口コミ登録完了という流れになります。これで一つの一連の流れとなりますね。まあ、ちょっと解説を含めているので、ちょっと長いように思うかもしれない,なれないんですけども、 実際の作業としたら、まあ、1分もかからないかなと。まあ、言いすぎ、言いすぎましたね。まあ、2、3分ぐらいでできるのかなと思います。で、実際にこの日ですね、まあ、3回投稿して、1、2、3回投稿した後に、次の日にも2回飲食店に行く予定があったので、まあ、こんな感じに合計で5回投稿したということになります。なのでね、今回の応募の条件でもある、5枚で一口の条件をこれで満たしたということになりますね。 で、ちょっとここ僕詳しくは調べてないんですけども、LINE 好みに、まあレシート登録とか、まあいろいろしていくとレベルアップみたいな感じで、こんな感じにですね、まあランクアップみたいなものもあるみたいです。で、最後にちょっと流れのまとめなんですけども、まあ先ほどお伝えした流れですね。まずは LINE 好みのアプリをインストールすると。で、今回僕は飲食店しか行ってないんですけども、飲食店などのお店に行った際にですね。まあ商品の写真であったりとか、まあお料理とかですね、そういったものを写真撮って、プラスレシートも撮っておくと。 そして LINE 好みにアップするという流れになっております。まあ、流れ自体は至ってシンプルですね。やり方もすごい簡単だと思いますので、まあ、ぜひですね、まあ、今回のキャンペーンをきっかけにまあ使ってみるのも全然ありだなというふうに思います。 まあそんなこんなで今回は LINE サービスの LINE 好みについてお伝えをさせていただきました。まあこのサービスを使った印象として今までその料理とか撮った後に SNS とかにアップする程度でそこを何かこうポイントとかに変えることっていうのはほとんどしたことがなかったんですけどもそれがこの LINE 好みで LINE コインにも変えることができるのでこれはかなりですねまあ飲食店に行く楽しみも一つ出てくるんじゃないかなというふうにも思いました。 で今回のね、あわよくはそのキャンペーンの最大1000円が当たればね、ちょっとラッキーだなというふうにも思いましたので、まあ、ちょっと期間は限られているところではあるんですけども、まあ、今後もちょくちょくちょっと使っていこうかなというふうに思っております。で今回お伝えしたですね、このキャンペーンの、まあ、公式リンクというよりかは、まあ、ノートというものにまとめられてますので、それに関するリンク下の概要欄に貼っておきますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 まあ先ほどの冒頭のところでも最後ちょっとした宣伝がありますということでもお伝えさせていただいたんですけども、なんとですね、僕実は今ゆずひこの、まあ、キャッシュレス VTuber ということで動画をアップしてるんですけども、それ以外になんともう一つチャンネルを持ってるんですよ。 その名もは、ゆずひこの日常ということで、まあ、猫の中の人の日常を描いたですね、動画をアップしております。実はまだ2本しか投稿してないんですけども、まあ、ここからね、ちょくちょくアップをしておこうかなというふうに思ってます。まあ、大体ペースで言うと、1週間に1回を頑張ってアップしようかなという予定ではあります。で、この動画自体の、まあ、方向性というか、 どんな動画がアップされてるかっていうと、まあ僕、ちょっとしたまあお出かけとか好きだったりするので、まあそういった旅動画とまではいかないかもしれないんですけども、そういったところに出向いた時にアップしたりとか、あと料理が好きなので料理をアップしたりとか、まあちょっとした Vlog 感覚っていうんですかね、ビデオブログみたいな感じで、まあのんびりな感じでアップをする予定ではありますので、もしちょっとでもまあ興味がある方がいらっしゃればですね、念のため下の概要欄にもこちらのリンク貼っておきますので、登録してくれたらめちゃ めちゃくちゃ喜びますということでありがとうございました。